はい、速稼塾の久保でございます。この億万長者合宿っていうのは、そのシリーズっていうのはね、どんなテーマを元に発信しているかと言いますと、まあ、吉田さん言われたように、いろんな切り口でね、この動画を見てる方の行動を後押しするためにやってます。ですんで、この動画をね、2回以上見た方、10回以上見た方、100回以上見た方ね、見すぎてやらないっていうことになってませんか？億万長者合宿ずっと見ていてやってない方、これはね、最悪なんですよ。やってるけどずっと見てる方、これはいいですね。要するに、私と吉田さんのやり取りの中で、多分ね、ご自身が発信するネタもすごく見つけられると思うんですよね。賛成意見、反対意見込みで、だからとてもいいと思います。で、残念なのが、行動を結局しないってことなんですよ。例えば、ちょろっと見たけども、もう見なくなっちゃったと。見なければそれは行動しないですよね。で、行動するために見る時間を減らすんだったらいいんですけどね。ということでね、億万長者合宿シリーズっていうのは、行動動機を与えるために、いろんな切り口から私と吉田さんが、いろんな掛け合いをやったりね、付き合いをやったりとか、まあ、ふざけたりとかね、真剣にやったりとかしております。時にはね、神経を逆なでしたりとか、まあ、ある特定の分野をちょっとね、取り上げてみたりとか、いろいろありますけども、楽しみながら行動動機にしていただければ幸いでございます。さあ、それで今回リスクというお話をさせていただきましたけども、早死にリスクに備えるものが、私はね、保険だと思うんですよ。がん保険ってのもそうかもしれませんしね、医療保険ってのもそうだと思います。本当だったら平均年齢くらい生きるかなっていうことを想定しながら人生ってのは構築しますよね。で、例えば家のローンを組む時でも、途中でね、ローンを組んだ人が死んでしまったら免責になるっていう契約もあるそうですよね。早死にしたら家のローンは家族に残しませんよって形です。これもだからとってもいいリスクエッジだと思うんですよ。で、通常はこちらのね、早死にしたり、早く怪我をしたり、早く経済状態が悪くなったりみたいなことに対して多くの方は保険をかけますけども、私がずっと考えているのはね、長生きに対するリスクなんですよ。で、一応ですね、年金制度っていうのがありまして、年金の支給が始まったら一応死ぬまでもらえるそうなんですよ、毎月毎月。まあ、ですんで、保険が早死にするリスクにするものだとしたら、年金っていうのはね、長生きしてしまったリスクに対してかけるものだと思っています。年を取ると体が動かなくなりますよね。そして趣味とか食費も減ってくるんですよ。そうなると、年金ぐらいの金額でやっていけるんではなかろうかという計算で、多分ね、毎月の年金受給額っていうのは決まってくると思いますけども、どちらにしても長生きにかけているリスクっていうのが、リスクエッジっていうのが年金かなと思ってるんですよ。ただ問題はですね、2つあります。1つは、その年金で足りるのかなってことなんですよ。自分で作る年金みたいなリスクエッジがあってもいいんじゃないかなと思うので、そこに私は YouTube ってものに期待してるってことなんですよね。で、次がですね、この年金いつまで出してくれるかってことが政府の胸さんずんってことです。例えば、少子高齢化が進んできて、100歳以上の人には年金を打ち切りますみたいな法案が出るかもしれませんね。そうなったらどうします？長生きする人にはお金あげません、もうそろそろ100歳なんで死んでもらってもいいでしょうみたいなね、メッセージになるわけですよ。これは非常にね、面白くないというかね、怖いですよね。ですから、そういう意味でも、年金がなくなったらどうするっていうリスクにも、当然私たちは今のうちから準備しておかなければならないと思うんですよね。で、そう考えると、私はね、ずっと日本では平成に入ってからグローバリズムってものが叫ばれてきましたけども、昨今になってきて、グローバリズムは長い、ね、スパンで見ると間違いだったってことに私は気づいているんですよね。で、そのグローバリズムの間違いを、私はどういうふうな行動で、証明といいますかね、やってきたかと言いますと、私の場合はローカリズムってものをね、ずっと考えておりました。地方で起業して、地方で成功して、しまいには隠居です。どん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 山ごもりをするどころか、この社会から出てしまうというね。住まいも地方だし、やってることもローカルだし、目立たないし、だけども自分の生活と暮らしを維持するには十分な報酬と、それから時間をね、使っていこうかなっていうのが私のローカリズムです。ローカルで生きていくってことなんですよね。で、そうして3、4年経ってみると、現在、ローカリズムがやっぱり私に寄り添ってきたといったらね、格好つけすぎなんですけども、今やっぱりローカルの時代かなと思うんですよ。なぜなら、家賃はかからない。周りの人との触れ合いは深い。で、一軒家でもランニングコストがあまりかからない。で、地域のね、小さいスーパーは混雑しないということもあります。で、移動もね、結構楽なんですよ。マイカーも使えますけども、徒歩でも全然必要なものは歩いていける範囲にあります。こう考えると、私はね、ネットビジネスを選んどいてよかったなと思うんですよ。だって店舗をやってたら、そもそも移動ができないですよね。店を抱えて移動するわけにいかないんで、店ごと引っ越しってのもなかなか難しいですからね。
今だから良かったなと思います。だこのローカリズムってのは私のリスクヘッジなんですよ。で、あの Google の話がちょっと出ましたよね。で、Google ってのはどういうふうなリスクヘッジしてるかというと、そのサーバータウンっていうのがあるらしいですよ。サーバーをむっちゃくちゃね、ハードディスクをむっちゃくちゃ詰め込んだ倉庫を何十棟も建ててるようなサーバータウンっていう街みたいな、そんな施設があるそうなんですよ。もちろん場所は秘密です。で、そういうサーバータウンがアメリカの何か所か、グリーンランドに何か所か、カナダに何か所か、いやいや中東のどこかにとかっていうふうな感じで点在させてるわけなんですよ。要するにサーバータウンのメモリーと同じものを他の地球上のどっかにもね、何か所か置いてるそうなんですよ。これは以前聞いたことがあるんですけども、核戦争が起きてもどっかのサーバータウンが機能してれば Google の仕組みは相変わらず使えるってことを想定してやっているそうなんですよね。まあ、ですんでね、今回の騒動にもしね巻き込まれて Google のシステムがダウンしても全然大丈夫ということがね、うなずけることかなと思うんですよ。で、今回の動画のまとめになってきますけども、こういうふうにですね、やっぱりね、リスクヘッジってのはどこまでやっても十分ってことはないんですよ。でも逆にですね、リスクヘッジのリの字もしてない方が大半なんですよね。だって YouTube って最強の攻めの武器にもなりますし、最強のリスクヘッジの盾にもなるわけですよ。両方ですよ。で、 YouTube のアカウントが仮にねバンされた時どうしましょうかってことですけども、全く問題ないです。また一から YouTube を発信すればいいだけなんですよ。なぜなら YouTube でアカウントが消えたら、 YouTube のファンの方は久保哲郎とかね、吉谷拓郎っていう名前で検索してくれるんですよ。だから必ず拾ってもらいます。そうして探してまで見たいという方がいれば、いくらでも復活可能ですし、極端なんですし、こちらの方でね、台帳を持ってなくても、顧客台帳を持っていなくても、お客様の方が、お客様っていうファンの方がね、塾台帳っていうのを持ってるんですよ。速稼塾台帳とかね、吉谷拓郎台帳みたいなのを持ってて、探して来てくれるんですよね。で、本当に発信者っていうのは、探されるくらいじゃないと、その影響力がないと、まだね、半人前なのかなと思います。で、私もまだまだだと思いますんで、これからもっともっとね、心ある発信を届けていきたいと思いますけども、吉谷さんのチャンネル登録者数の歩みを見ていると、確かに、一歩一歩派手なドーンと突き上げはないんですよ。で、私の場合はトレンドに乗ってドーンと突き上げがあるんですよ。ここが大きな差です。吉谷さんのファンっていうのは硬いんですよね。関係がものすごく深いと思います。で、私の方もまあ関係は深いといえば深いんですけども、まあちょっと種類が違うのかなっていうところですよね。もちろん私の速稼塾の視聴者さんっていうのも貴重な関係でございますよ。だから優劣はつけられないんですけども、やっぱり吉谷さんのね、1人増える2人増えるに対するこの密接度っていうのかな、これはね、チャンネル登録の数が増えても極端に減らないところで分かっていくんですよね。まあ私も極端に減ってはいないんですけども、やっぱりね、チャンネル登録者数が3300人とか3400人見ながら、一歩一歩ね、私は常に意識してます。すごいなこの伸びやと思うんですよ。一人一人の気持ちに寄り添ってるなと思うんですよ。いささかぶっきらぼうのところもねあるかもしれませんけども、それがまたね、いい味を出してるかなというところもあって、今回のリスクヘッジっていうねテーマを終わらせていただきますけども、リスクヘッジという意味でも私は YouTube 一択で行動するべきだと締めくくらさせていただきます。それではいってらっしゃい。